はい。それでは、私の方から、都市計画と防災の今後と題して、お話をさせていただきます。都市計画においては、将来の不確実性にどう対応するかというのは極めて重要な課題です。まあ、緩やかに社会が変化をするということに対して、まあ、未来を読んだりと、あるいは今日議論しているような災害に対するような、備えをどう考えるのかということが極めて重要です。まあ、そういった中で、従来の都市計画の基本的な技術体系としてはですね、まあ、望ましい姿をマスタープランという形で、描くと。これは20年先を見越した10年先をですね、もう具体的なですね、絵にしていくという作業と、それを、実現するためには大きく分けて2つの方法論が、まあ、都市計画としては用意されていると。1つは、まあ、面的あるいは立体的に再開発をする都市計画事業という、手法と、もう1つはですね、未来の、都市の在り方について土地利用の規制を行って間接的に公共介入をすると。まあ、こういった手法を用いてですね、まあ、緩やかに都市をより安全な社会へ導いていくというのが、まあ、都市計画の方法論の1つでございます。さて、今日議論しているですね、まあ、ナチュラルハザードと呼んでもいいのかもしれませんが、まあ、自然災害に対してより安全な場所にですね、まあ、人々を緩やかに、誘導していくという、まあ、こういう非常に、時間のかかるようなお話と、もう一つですね、今日皆さんに情報提供しておきたいのは、都市計画を考える上でですね、まあ、平常時の、まあ、ソーシャルハザードと言ってもいいかもしれません。まあ、都市システムが自身が持つですね、一般的な希薄性について、我々は、どういうふうに対応していくのかと、まあ、この2つのですね、大きく異なるハザード、非常時の、ハザードと、それから平常時のハザードという観点で都市計画を考えてみると、まあ、どういうことを考えたのかというのが今日の話題の、メインとなるものでございます。さて、では、平常時にどんなリスクがあるかというとですね、まあ、都市計画という学問上ですね、まあ、人口減少というのは大変悩ましいと。まあ、今、人口増減のグラフを出しており、ありますけど、まあ、ざっくり言うとですね、この100年間に人口が倍増しました。で、それがまた100年ぐらいかけてですね、減少していくという、これが、まあ、人口減少という現象なんですが、ただですね、100年間で人口は倍増しておりますが、まあ、市街地は7倍にも8倍にも膨れ上がったということで、まあ、未来を考えてみると、まあ、人口が極めて、減少していくという、こういった社会の中で、いかに我々は安全な社会を作っていくのかというのがですね、大きな課題になっているということです。では、人口減少どうなるかということですが、まあ、2050年という一つの節目を取り上げると、まあ、総人口でいうと約23%が少なくなるというふうに予想されておりますが、まあ、場所によってはですね、50%を超えるような地域がですね、たくさんございます。まあ、今ここで示したような場所はですね、2050年までに人口が半減すると言われているような場所で、まあ、主としてですね、中山間地域が多くなっているというのが現状でございます。まあ、こういった、ほぼ確実に起こるだろうという人口減少による影響を、加えて、都市の、持続性を考えてみると、まあ、実際にですね、地方都市に行ってみると大きな空き家があって、まあ、今、比率で言うと、17%、18%、8軒に1軒、7軒に1軒ぐらい空き家になっていると。で、加えて、それの維持管理のコストですとか、中心市街地が衰退をしたり、あるいは、車を持っていないと移動ができなくなったりですね。まあ、こういった日々の生活そのものがですね、非常に、危機的な状態に陥っていると。で、それに加えて、災害への対応をしなきゃいけないと。まあ、果たして、都市財政っていう観点から見たときに、悪化する財政の中でどこまで災害対応できるのかっていうのは、極めて現実的な問題になっているということです。で、そういうふうに考えてみると、まあ、我々都市計画という分野の中で大きく分けて2つのことを考えなきゃいけないだろうと。つまり、海外の、都市と比べてですね、人口減少という大きなフレームの中にある日本の中において、防災、街づくりを考えるとすると、1つはですね、まあ、これ絶対的な条件ですが、より安全な場所を作って、そこにですね、人々に、多くの人々にできるだけそちらの方に移っていただくという土地利用の誘導ということと、人口減少してもですね、都市が持続できるように、より安定した財政を確保するように、市街地を上手に縮小していくと。この2つの問題を同時に解かなきゃいけないというのが都市計画の課題になっております。
で、こういった問題はですね、まあ、当然ですね、ずいぶん前から推定されていて、まあ、それに対応する一つの政策論ということで、コンパクトシティというですね、まあ、一つの都市政策が大きなうねりの中で動いていると。まあ、目的はとにかく持続可能な社会を作るために、まあ、できるだけ多様性を維持しながらですね、社会を強い方向に導いていこうと。右図にですね、コンパクトシティプラスネットワークの図が書かれております。まあ、中心市街地だけではなくて、郊外の魅力的な空間をですね、上手に育成をしながら、それを持続可能な交通モード。まあ、これは車だけじゃなくて、公共交通も含めてですね、まあ、きちんと備えていくという、こういうことをやっていかなきゃいけないんですが、ただですね、非常に悩ましいのは、社会的に見たときに、過去の歴史的な資産がたくさん残っている都心部は、必ずしも安全性の面から見たら、安全ではない。つまり、まあ、浸水想定地の中で、一定程度の道路のリスクのあるような場所に、旧市街地があるようなケースもたくさんあってですね、そういうところと、まあ、これからですね、リスクの低いところをどういうふうに組み合わせていくのか、これ大変悩ましい問題で、まあ、これを日々皆さんとですね、一緒に解いているというわけです。まあ、実際に2014年に陸地適正化計画が策定されて、今、多くの都市でですね、まあ、コンパクトシティの政策が進んでおります。まあ、今年の4月1日現在で626の団体がですね、立地適正化計画というのを作って、コンパクトシティを本格的に取り組んでいるんですが、まあ、加えてですね、昨今のですね、自然災害の対応から、まあ、2020年にですね、この立地適正化計画の中に防災の指針をきちんと作りましょうと。あるいはですね、昨年、立地適正化計画の居住誘導区域と。まあ、住む場所を誘導する区域を設定しているんですが、まあ、こういったところから災害レッドゾーンを原則除外しましょうというふうに、まあ、防災を主流にするように立地適正化計画が大きく動いてきているということです。で、もちろんこういった考え方は東日本大震災の復興計画の中にも生きていてですね、まあ、これは岩手県の山田町の復興ビジョンですけれども、まあ、いくつかの拠点を作って、その拠点をですね、交通ネットワークで結んでいくと。特に海岸沿いのですね、非常に便利な道路のネットワークと、まあ、山を通っている山田道路と言われている三陸縦貫道というところを重層的に、はしご型のように交通ネットワークを張り巡らせてですね、まあ、災害が起きたときは、山間部の方に逃げやすい道を作るとともに、もし、被災をした場合はですね、即座に、対応できるような仕組みを作っていくと。まあ、こういうふうな、日々の生活を送りながら、災害に対応できる都市構造を、作り変えていかなきゃいけないということです。さて、では、まあ、これ国の出している国土交通省の政策を、ピックアップしているんですけれども、まあ、二つに分けると、一つはとにかく地震や水害に強い街づくりと、とにかく逃げられる街づくりを、推進しましょうと、左の上に書いてある部分。まあ、これがおそらく基本になっていくと。で、その上で、防災のために、場合によっては集団移転をとにかく促進をしていきましょうとか、復興の事前準備をしましょうと、と言ってるようなことが書かれていて、でも残念ながらですね、リスクはゼロにならないので、災害が起きた場合は、まあ、速やかに復旧、復興できるような街づくり、まあ、こういったものに準備をしておきましょうというですね、まあ、こういった形で、進んできているのが現状でございます。で、まあ、何度も繰り返しになりますが、災害時のことを考えるということは、平時のことも同時に考えるような仕組みでないと、都市計画上なかなか動かないと。まあ、リスクは当然あるんですけれども、日々の生活をないがしろにしてですね、災害だけで考えて、実際に街づくりができるかというのは、これはなかなか難しいと。まあ、そういう意味では、まあ、今ここに一つの事例として、東京都市圏の望ましい物流の実現に向けてという報告書の一部のスライドを出してありますが、とにかく防災の観点から、安全な場所に防災機能、防災の施設を立地の支援をしていきましょうと。特に高速道路のインターチェンジ近傍というのは大変便利な場所でもあるし、災害に強い場所でもある。で、そういうところを育成をしながらですね、防災機能、従来の防災機能を強化し、加えてもし災害が発生した場合のサプライチェーンとか、あるいは支援物資を輸送するようなネットワークの構築をしていくと。で、こういった仕組みはですね、もちろん災害時にも判断、機能しますが、日常的な我々の生活もですね、より豊かにしていただけると。まあ、こういったものが一つの鍵になっていく。で、具体的に言うとですね、例えば、これ関東地方整備局内のですね、重要物流道路を出したものです。
書かれた物流道路に対して、それを補完する、代替する補完路というものが、整備をされていて、まあ、これをですね、きちんと整備をしていくということも、一方で我々に課された大変重要な課題であるというふうに認識をしております。さて、加えてですね、まあ、今日もですね、オンラインになっているということで、コロナ対策ではあるんですけれども、まあ、コロナの契機になって、我々はいろんなことを考えたと。まあ、特に、今までのように、またこれちょっと少し東京都市圏のイメージですけれども、郊外に住んで1時間以上かけて都心に通うという、まあ、こういったビジネスモデルではなくて、まあ、それぞれの地方、あるいは地域、駅周辺に、必要な機能をできるだけ集約させて、それで生活、あるいは生活できるような空間を作っていきたい。まあ、こういった、アクセシビリティを重視するような政策というふうに、まあ、大きな舵がですね、今取られつつあります。加えて、国交省はですね、新型コロナ危機を契機とした街づくりという形で、まあ、2020年の8月に、まあ、こういったですね、絵を描いてあります。ウォーカブルな歩行空間とか、水辺空間とか、サテライトオフィスや都市農地、大体書いてあることはですね、これまで我々が都市計画の中で実現させようとしてきたものとほとんど変わりがありません。ただ大きく変わっているのは、この街づくりのデジタル基盤というところです。まあ、先ほど、デジタルのお話もありましたけれども、フィジカルの空間をいかに支援をしてするためのデジタルの空間、サイバー空間を作っておくのかというのもですね、災害に関しては非常に重要な観点だというふうに認識をしております。つまり、今ちょっとポンチを書いてありますけれども、実際に災害というのはほとんどはフィジカル空間で起きます。まあ、そのためにフィジカル空間をコンパクトにして、より強靭にして、そして自然災害や気候変動、あるいは人的災害が起きたときにですね、安全安心で暮らせるエリアを作っていくというのも極めて重要ですが、まあ、それを支えるサイバー空間をですね、きちんと用意をしておいて、そして何かあったときに、このサイバー空間の方がフィジカル空間をできるだけ迅速に助けると。まあ、こういう、ツイン、デジタルツインの構想をきちんと作っておくというのもですね、都市計画において非常に重要な視点です。まあ、下に書いたものを、コンパクトシティと呼ぶのならば、上に書いたところは、スマートシティというような呼ばれ方をしているということです。まあ、実際にですね、デジタル空間の中でのですね、情報ですね、これはスマートフォンの基地局データを使って、まあ、1時間ごとに、あるメッシュにどれぐらいの人がどこから来ているか、その人の年齢層は、あるいは、その人はこの場所に住んでいるのかと、これ、ほぼリアルタイムに入手可能であると、取得されているということですね。まあ、仮にこういったデータがきちんと整備されてですね、情報提示されれば、もし何か起きたとき、あるいは日々の生活においても賢い、生活誘導ができるということです。加えて、中長期的に考えるのならば、こういったコンパクトな街づくりっていうのは、我々の生活にどんな影響を与えるのかと。緑豊かな郊外ではあるんだけれども、だけど災害リスクも当然あると。街づくりの中にはですね、すべてウィンウィンの形にはなかなかなりにくいと。どこにもメリットとデメリットがあって、そのメリットとデメリットをどういうふうにこう表示して、人々に選んでいただくか。先ほどの、平田先生のお話を借りるとですね、自主的に対応できるようにというような社会を作っていくと。まあ、その中で安全性、あるいは強靭性をですね、少しずつ高めていくということです。まあ、今日は都市計画の分野からお話をしましたが、もちろんこれがエネルギーの分野や、あるいは健康で、さまざまな分野というものが必要になってくると。で、重要なのは、こういったものをですね、常に前進させるための PDCA サイクルをですね、どういうふうに回していくのかと。ここが極めて重要になってきます。これ最後の、2枚目のスライドですが、基本的に我々はですね、住民と合意を取りながら進めていくということでございます。まあ、十分なコミュニケーションのためにサイバー空間を上手に使って未来像を提示していくということが極めて重要ではなかろうかなと思っております。最後に都市計画会の宣伝でございますが、防災特別委員会というのが発足しておりまして、まあ、本委員会の下にですね、まあ、4つの部会とタスクフォースで、極めて広い範囲でですね、防災について取り組んでおります。今日こういったものを機会にですね、ぜひ皆様とですね、共同しながらですね、より安全安心な社会へ向けての第一歩となればというふうに期待をしております。
私の時間は、おそらくこれぐらいだと思いますので、以上で発表を終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。